ぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。あ、なんで YouTube が再起動してんの、なんで。ちょっとツイキャスはついてるんで YouTube はちょっとおかしいですけど。じゃあ今からお願いします。お願いします。さあ、時刻は5時10分を回りました。この時間から10分間は FM ギノワンのスタジオからギノワンスタイルをお送りしていきます。今日は3名ゲストに来ていただいています。自己紹介よろしくお願いします。はい、沖縄国際大学2年生のツハイメトです。同じく沖縄国際大学2年生の菊池優斗です。はい、沖縄国際大学2年の黒馬おとしです。はい、よろしくお願いします。お願いします。若々しい。 ありがとうございます。少年のように見えるんですけども、3人はどういうグループっていうか、グループですか。はい、はいはい、じゃあグループ名をお願いします。ウチナーゲッツという団体で活動しています。ほう、ウチナーゲッツ、はいはい、今日は何の案内でしょうか。と今日はイベントを紹介しようと思って来てて、はい、12月19日に、吉野浦ビーチで10時から12時まで、軽石とビーチクリーンを兼ねたイベントをやるので、それの告知に来ました。あ、19日日曜日に、はい、へー、吉野浦海岸で、はいはい、ビーチクリーンをすると、はい、軽石撤去を兼ねて、はい、へー、今吉野浦大変なんですか。はい、今結構前見に行ったんですけど、はい、その時も軽石結構落ちてて、うん、でも一応何回か吉野浦ビーチでゴミ拾いした時にも結構ゴミもひどかったから、あ、軽石も踏まえて、だけどゴミも拾うっていうのを目的にやっていきたいなと思って。へー、3人はいつもそうやってゴミ拾いとかしているんですか。はい、してますね。おー、これはもうなんでそれをやろうと思ったんですか。と僕たちが団体を立ち上げた理由として、はい、と一人でも多くの人に環境問題に関心を持ってほしいという面で、まずはゴミ拾いからっていう誰にでもできるアクションを起こしながら、口だけではなく行動でっていうのを示しながら、多くの人に環境問題に興味を持ってほしいっていう意図で始めています。へー、3人ともそういう感じの気持ちですか。はい、はい、すごい。なんで、あれですか、3人は何のつながりですか。3人は、中学校の、はい、駅伝のメンバーで、あ、じゃあ走るの早いんですね、みんな。そうですね、もうみんなランニング大好きで、はいはい、もう中学校の時はね、朝練とかもうやってきて、とてもきつかったんですけど、そこでメンタルは鍛えられました。そうなんですね。じゃあその時からの、じゃあもう幼馴染みたいな感じですか。はい、そんな感じです。うわー、いいですね、はい、で同じね気持ちで環境に興味があってって、はい、今までどんなことをされてきたんですか。ビーチクリーンですか。あ、いろんな、そう、今なんかちょうど100日チャレンジってやってて、はい、ゴミ拾いでみんな一人ずつ別々でやってるんですけど、でいろんな友達とか誘いながらやってますね、はい、今そういうこと。毎日、毎日です。今何日目ですか。今だいたい約70日目ぐらいですね。おー、だいぶ来てますね。来てますね、はい、3人ともですか。3人ともです、はい、あー、でもなんか一人だったら絶対難しいと思うんですけど、そうですね、やるって言って宣言して仲間もいたらなんとかできますよね、はいはい、できます。あー、すごい偉いですね、はい、おー、ツイキャス来てるんですけど、はい、東海岸はなかなかみんな手をつけないからな、なぜ吉野浦なんですかってひふみさんから来てます、うん、まずなんかボランティアできるところが限られてて。あー、そうなんですね。東海岸ってどこか分からない、多分分からないですけど、東海岸、茶炭とかは西だけど、はい、合わせとか、吉野浦とか、あっちは東じゃないですか。東、まず自分たちは宜野湾市に住んでて、うん、宜野湾市はなんかそういうボランティア袋とか一応提供してくれるけど、回収とかの面ではまだあれで、でしょ、中城にいつもお世話になってて、そこはゴミ拾いのボランティア袋と回収まで行ってくれてて、 あるんですね、はい、そういうので一応吉野浦に今回はしましたね。あ、はいはいはい、へ
沖縄大好きさんもこんにちはって来てます。こんにちは。サープボーイさんも、あ、それは私宛てですね。曲が間に合わなかったんだねって来てます。はい、そしたらそのいつもやってるけれども12月19日には特に人に来てほしいということですか。はい、そうですね。だいたい何人ぐらいでできたらいいなと。だいたい今のところ30名は集まるのは確定してるんですけど、はいはい、まあ多ければ多ければ、そうだね、多ければ多いほどいいって形です。うん、いいですね。そうですよね、はい、一気にやった方が早いですね。一気にやった。このじゃあ30人は結構あの どういう方が友達とかですか今のところ。もう大学生、一応主に大学生が多いんですけど、はいはい、もう普通にインスタで発信して、うん、そこになんかみんなやりたいって言ってくれた人を主にやってて、一応インスタやってるんですけど、はい、そこチェックしてもらったら一番分かりやすいかなと思います。あ、じゃあ環境にも少し興味があったりとか、はい、自分もやってみたいっていう方はインスタグラムを、はい、じゃあちょっとインスタ何で検索したらいいですか。あ、インスタ名は、はい、アットマーク自然守るで検索してもらったら、はい、ローマ字で、はい、です。SIZEN ドットドット MAMORU です。はい、自然ドット守る、はい、はいですね。おお、じゃあここに私行きたいですって言うんだったら例えば DM したらいいですか。 DM で、はい、はい、全然分かりました。あと直接行ってもいいんですか。あ、もう全然直接でも、はい、全然行けるか。そっか、でもラジオ聞いてて、あ、まあ、分かりますよね、はい、あの若者でこの見た目がね今伝わらないと思うので、あの爽やかな3名が袋持ってやってたらそれですよね。はい、うん、それですね。あ、早速フォローしましたって。お、ありがとうございます。ありがとうございます。どこに集合ですかって来てる。あ、どこに集合ですか。あ、もう吉野浦、何時スタートですか。もう来てます。10時スタートです。10時スタートですね。はい、吉野浦ビーチに来てもらえれば、まあ、もう分かると思うので、いっぱいいると思うんで。へえ、はい、今ちょっと写真見してもらったんですけど結構ひどいですね。もう結構やばいですね。あ、すごい。でももうみんなでやっていかないと自然にはもうかなわないですよね。かなわないですね、一人とかではね。またなんで環境問題そんなに興味が、なんかきっかけとかあったんですか。一人ずつきっかけ一応違うんですけど、自分はもともと部活してて、はい、で高校の時ビーチ行った時になんか一応観光面で沖縄海注目されてるじゃないですか、はい、けどなんか海きれいって言ってる割には、うん、まあ、内面から見たらゴミとか落ちてて、なんかそこで沖縄の観光海いいなって言ってるのがちょっと恥ずかしくて、やっぱ自分たちからそこをきれいにしていきたいなと思ってて、そこから興味持ち始めました、ね、ああそうなんですね、はいはい、あと、あ、自分も、環境問題には興味があったんですけど、なかなか一人では発信できる勇気がなくて、だけどこの友達この二人が一緒に発信してくれるって、一緒に頑張ろうってなってくれたので、もうどんどん発信していきたいなっていう気持ちで、それがきっかけで始めました、はい、そしてで自分はなんかあと一つ他の団体にも入ってて、はい、そこが社会問題に対して取り組んでる団体 でそこにいる人たちがたくさんこの環境問題とか社会問題に発信してる人たちが多くて、で自分も誰かに影響を与える側になりたいなっていう思いがあって、ではゴミ拾いだったら、うん、なんか誰でも起こせるアクションだし、うん、この身近なんていう他の2人もこの誘ってみたら一緒にやってくれるって形だったので、このゴミ拾いっていうアクションから始めてみようかなと思ってやるきっかけになりました。すごい素晴らしいと思います。本当口だけじゃなくてもう体を動かして ね、毎日毎日、はい、すごい偉いと思います。あの吉野浦ビーチってどこって来てますけど中城中城ですね。西原役場の近くじゃん。そう、役場の近くですよね、はい、わかりますかね。で準備するものありますかって来てます。あ、手袋だけ用意してくれたらありがです。あとマスクとか。あ、はいはいはい、じゃあぜひ12月19日日曜日に日曜日で、はい、吉野浦で、はいはいはい、じゃあ今日はウチナーゲッツの3名に来ていただきました。菊池さん、国場さん、津波さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ギノワンスタイルをお送りしました。
っちゃ声が見えるわ。目が悪いからどうしてずっと。ありがとうございます。拾っていただいて。